皆さんこんにちは。ハニワドローンチャンネルへようこそ。ナレーションは東北キリタンがお送りします。さて、今日は以前も紹介した情報が多すぎる海岸線の国道を撮影してきました。今回は360度カメラによる迫力ある映像をお届けしますよ。と言ってもまだ海は見えてきません。その間にこの道の紹介でもしておきましょうか。ここは新潟県道561号線、通称弥彦山スカイラインと呼ばれる道です。現在弥彦村から長岡市のぞみに向かってダウンヒル中です。このくねくね山道を下っていくと、突然大海原の絶景が見えてくるんです。日本海の絶景を眺めながらドライブができるのが国道402号線、通称越後七浦シーサイドラインです。今回は長岡市のぞみから新潟市角田浜までの情報が多すぎる区間を撮影したので、まあ慌てず最後まで見ていってください。ほら、見えてきましたよ。これが皆さんお待ちかねの日本海の絶景です。むふう、すごいでしょ。これが新潟のポテンシャルですよ。あ、でもお天気が曇りっぽいのはデフォルトなのでご愛嬌。新潟ではこれは晴れにカウントされますので、これテストに出ますからね。おっと、滝が見えてきました。ここ昔は名前なんてなかったのですが、 Google マップでは弥彦様お清めの滝と名前がついていました。いいですね。国道ですし走っている車も多いですが、こうやって360度カメラでバッチリ撮影できました。さあ、海ですよ。海と断崖絶壁に挟まれたこの道を爆走していきましょう。というのもここは制限速度が40キロなのに、すごい速度でイニシャル D している車がいるんです。めっちゃ煽られるので、初めて通る人は注意してくださいね。今日はそんな車もいないのでゆっくり走れます。360度カメラを広角にしてあげれば、なんか速く走っているように見えますね。おお、自転車乗りさんが写真撮ってます。そのアングルいいですね。すみません。顔は写っていないので、一般通過させてもらいますよ。さあ、ここからはさらに岩肌が露出する区間になります。道もぐねぐね曲がっているのでスピード注意で行きましょう。あ、ここ橋が海にせり出しています。新潟県と富山県の県境に親知らず子知らずという昔からの道の難所があるのですが、ここもそんな感じで落石がありそうなやばい感じになっています。昔はここも海沿いの岩肌を伝っていたんですかね。今でも歩いていけるところがありますが、あそこはほんと怖いです。今度ドローンで撮影しに行きましょう。この辺りはマゼと呼ばれる場所で、昔は鉱山があったとか、もはやどこにあるのかすらわかりませんが、今度コラボする YouTuber さんの大好物ですよ。好物だけに、トンネルを抜けるとマゼサーキットがあります。さっきも言いましたが、シーサイドラインをサーキットだと勘違いしている人がたくさんいますが、ここが本当のサーキットです。そして、この石像に見える岩を越していくと、道は急に山の中に入っていきます。私知らなかったのですが、それには深いわけがあったんです。ここは昔からまくりだしと呼ばれる海の浸食が激しい場所で、
昔はここに集落があったのですが、家屋を根こそぎさらってしまうほどの大波と浸食で人口を減らしていったそうです。消えた村、なんて都市伝説も生まれました。そこに原発建設の話が持ち上がり、ここが建設予定地に選ばれました。ですが原発は住民の反対と日本初の住民投票により撤回となり、放棄されたままになっています。幽霊が出ると噂の橋を渡ってこのカーブを曲がり切ると、雄大な日本海の絶景を間近で拝むことができますが、反対を向けばかつてあった集落と、大論争を巻き起こした原発の建設予定地が、今も人知れず残されています。そうそう、ここは有料道路だったようで、この辺りに料金所があったようです。中央分離帯には大きな木があるのですが、この木を切ろうとするとたたりが起こったとの噂です。シーサイドラインには、こういうホラー的な噂の場所が多くあります。360度カメラのおかげで分かったのですが、ここの断崖絶壁がやばいですね。今にも何か落ちてきそうです。ちなみにこの辺りがシーサイドラインの中でも私が一番好きなところになります。ほら、見てくださいよ。この岩のむき出し具合。これで国道として整備しているんですから、ほんとびっくりです。ちなみにここ、何度も落石被害が出ているので、走行する際は要注意でお願いします。角田岬灯台が見えてきました。この辺りで360度カメラによる撮影は終わりにしましょう。このカーブを曲がって左に曲がると、角田岬灯台に行けます。ここから新潟最強の心霊スポット、ホワイトハウスにも行くことができますが、冗談抜きで絶対に行かないでくださいね。気になる人は新潟のホワイトハウスと調べてみてください。なかなか壮絶な都市伝説となっています。まあ、YouTube には全て作り話だという所有者の証言もありますので、調べると奥が深いです。いずれにしても、こうした廃墟やさっきの原発建設予定地だった場所などには勝手に行かないでくださいね。これも今後のコラボを通して伝えていきたいところですが、廃墟には住んでいた人の歴史があり、生きてきた証が残されています。それを面白半分で入っていこうとするなんて、とても失礼ですし、不法侵入で罰せられます。これからコラボする YouTuber さんたちは、きちんと許可を取った上で撮影されています。私はそのスタンスに惹かれてコラボしたいと思ったんです。当然私も、ドローン撮影に伴う法関係や管理者許可などを全てクリアした上で撮影しています。きちんと許可を取って、見る人を引きつける作品にしていきたいですね。さて、角田岬灯台に到着です。埴輪ドローンチャンネルでは、新潟の美しい景色や自然をドローンで撮影して、ぴったり合ったオリジナルの BGM と共にお送りしています。こんな感じで、やばい道路をネタに私たちソフトウェアトークがワイワイ実況しているので、
ぜひ他の動画も見てみてくださいね。毎日投稿頑張っていますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。コメントください、お兄様、お姉様。忘れず登録。